こんばんは、ファンタスティックスのリーダー兼パフォーマー佐藤大樹と、パフォーマー木村敬斗です。今週のファンラジはこの2人でお届けします。イエーイ。非常に退屈な時間が始まりました。いや早いっすよ。ケイちゃんと2人、はい、罰ゲームですね。誰が罰ゲームですか。ちょっとさ、はい、とこのスタジオに来るまでの車の、はいはい、中でちょっとテンションきついっすわ。マジで。やっぱ兄貴とのラジオ楽しみじゃないですか。うん、いやそれは分かるんだけど、だしこのラジオ収録の前人と話すタイミングがなかったんで、うん、今日初喋りで、喋りたいことがたくさんあったんでいっぱい喋っちゃいました。珍しく今日ベレー帽に黒サングラスで来たもんね。はい、張り切ってるよね。いや、やっぱファンラジは気合い入れないと。おー、いいね。はい、そうですね。じゃあ頑張っていきましょうか。はい、あ、ちょっと待ってください。素敵な豆知識あるんですよ。何ですか。あのですね、はい、まあ、今日は号泣の日ということで。号泣の日。はい、あ、5月9日号泣の日。号泣の日。へー、いいものを持ってきましたよ。お願いします。じゃあ、はい、あの悲しい時と嬉しい時に出る涙の味ってどんな味だと思います？しょっぱいんじゃないの？どっちも甘いんです。どっちが？あの悲しい時とか嬉しい時の涙は甘い。一緒の味なんだ。はい、うん、ごめんごめん、うん、でなんかそのカトリウムとナトリウムの量が少なくて甘くて、うん、水のようにサラサラしてて、うん、量が多いんですって、うん、で逆に怒っている時悔しい時の涙の味はどうなるでしょう？しょっぱい。塩辛いです。一緒じゃないか。知らなかった。なんでなんで？これはあの交感神経が優位になってナトリウムや塩素などの電解質の量が多くなるからです。へー、涙の量は少なく粘り気があるそうです。へー、はい、まあ、嬉しい時とかはサラサラしてるみたいですよ、うん、はい、初めて知った。いい豆知識ですよね。すごいね。はい、号泣の日なんだね。ですです。ですです。でも僕たちあんま泣かないですよね。いや確かに結構僕ら強いじゃないですか。いや待って、違うな。俺ケイトと、はい、もう昔よく2人で映画行ってたじゃん、はい、もう今二度と行きたくないんだ。なんでですか？その理由は引くくらい号泣するよ隣で。でなんか、はい、ちょっとこっちを見てくる、なんか泣いてる俺どうみたいな顔で見てくるし、あわよくばなんかちょっと手を握ってこようとした時あって。そんな、あ、俺この人生理的に無理だ。いや、なんてこと言うんですか。から映画は一人で行くようにします。手握るんじゃなくてポップコーン取ろうとしたらいけんすか。泣きながら食うなよ。あ、ごめんなさい。あってね、こういう恋人ね、はい、ね、よくあるね、はい、なるほどさ、ザなるほどさ。なるほどさワールド。そんな今日のファンラジは2つ目のご紹介と、以前開催してめちゃくちゃ盛り上がった企画ファンタ番付を今日は僕とケイトの2人でやってみたいと思います。はい、ちなみに今日ブースの外で、おしゃべり小僧のソータくんが見学してて、うん、なんかかますたびにグッドサイン出すのやめてもらっていいですか。いや、写真撮ってて、うん、ピース決めてあげただけです。はい、なんか俺かましたった感出すのやめてもらっていいですか。わかりました。直してください。わかりました。さあ、そんな今日はどんな展開になるのかお楽しみに。はい、ということで僕たちファンタスティックスとファンタジスタのみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今週もスタートです。でかっ、張り切ってるわ。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあ、それでは前半はファンタジスタの皆さんから届いた2つメールを紹介していきたいと思います。はい、ケイちゃんお願いします。お願いします。ファンタジスタネーム新潟県オレンジ怪獣さん。お、怪獣の方から。いいですね、ハガキ職人みたいなラジオネーム、はい、ありがとうございます。ファンタスティックスの皆さんこんばんみ。いや、ビビる大木さんか。突然なんですが、皆さんはサングラスをされている方が多いかと思います。確かに。そこで質問なのですが、うん、どういう基準でサングラスを選んでいますか？最近サングラスデビューしたため、なかなか自分に合うものとかが分からず、もしよろしければ教えてください。これはもう、それこそケイちゃん今日ね。僕結構サングラス似合わない形とかもあって、うん、だから、なんだろうな、この縁とかで決めます僕は。ここが、僕はなんだろう、細いくて、うん、なんか、丸じゃない。あ、どうでもいいわ。ごめん、まあいいや。どうでもいいとか言われる。縁が、縁がこの丸すぎず四角すぎないやつ。びっくりするから、丸すぎず四角すぎずみたいな。サングラスで、はい、あ、縁があんまりね、はい、カチッと四角すぎないものは。そうです。なるほどなるほど。ありますね。逆に僕はね、基本色で選びますね、形というより。ああ、そうなんですか。レンズの色、はいはい、うん、形フレームあんまこだわりなくて、
大輝くん似合いますよね、サングラス。ありがとうございます。よくするね。でも今ケイちゃんがつけてるのはそのいわゆるタモリさんですよ、あの真っ黒タモリさん、そうザザサングラス、はい、これ久々に見た、これつけてる人。いや僕も久々つけましたね。俺はこれ持ってないですね。これあの僕の好きなブランドがコラボして、うん、うん、作ったんだ。はい。へえ、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと僕言っていいですか。はい。可愛すぎほんま好き堀夏希さんからいただきました。ありがとうございます。可愛らしいね。可愛らしい。突然ですが皆さんは何パンが好きですか？食パンです。ありがとうございます。いや、そんだけのメールですか？それだけのメールが来ました。嘘です。なんかね、はい、ちょっとね、私はパン屋さんでアルバイトしてます。ああ、いいですね。ちなみに私は食パンをトーストせずにラップで包んでチンして食べるのが大好きなので、よかったら試してみてください。食パンにラップしてチンをする、うん、トーストしないんだって。勉強勉強。パン屋が言うなら間違いないね。はい、やってみようぜ今度。うん、それだけのメールです。それだ、ありがとうございます。じゃあ、はい、ラスト1個ぐらい。はいはいはい。じゃあどうしよっかな。皆さんどんなのが聞きたいんですかね。言ったよな、選んどけって。あ、来た来た来た。よし、5年目だぞ。すいません。ファンタジスタネーム東京都のやちこいたさん。やちこいた。ファンタの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。つい先ほどタンブラーに入れてたコーヒーが気づいたらカバンの中でこぼれてしまっていた OL です。どうも。おちょこちょい。どうも。かわいい。皆さんは今日の私のように最近やらかしたなってことはありますか？小さなことから大きなことでも何でもいいので教えてください。小さなことで言うと、はい、もうそれこそぶちまけた系で言うと、あのキャリーバッグにプロテイン運んでて、この間8泊のさ遠征があったじゃないですか、はい、その時帰りの飛行機の中でぶちまけてしまって、家帰って開けたらもう粉々になってた、キャリーの中が。以下同文です。僕もよくある。それプロテインの粉。表彰式か。本当に？本当です。ある。最近結構あります。あるよね。なんでやっちゃうんだろうね、はい、なんか閉めてるんですよ、ちゃんとジップを、うん、なのにこぼれてて結構萎えますよね。てかもう最近では慣れちゃって、そのが。わかる。あ、またかみたいなね。掃除機で吸うのもなんか早くなったもんね、はい、大きいことで言うと、初めて人生で保安検査場でキャリーバッグ預けて、はい、到着してからそのキャリーバッグ受け取らずに、はい、普通に車に乗っちゃった。あ、ってことは忘れ物でいいんですね。やめてください。僕たちのファンクラブでやってるけど、はい、忘れ物をファンの人にプレゼントするっていう。あ、ここは忘れたことにしよう。これはもう回避です。もうなかったことにしよう。あ、わかりました。じゃあ僕記憶から消します。消してください。はい。ですかね。大きな忘れ物は今までで一番の。はい。ケイちゃんは？僕は、うん、それこそぶちまけた系で、うん、水？うん。開いてて。何が？どこで？キャップが、うん、カバンの中で。うん。水を結構500全部ぐらいいっちゃって。500全部。500ミリリットル全部ぐらいいっちゃって。うん、大事な台本が汚れちゃったっていう。最悪だね。でもう一回もらうっていうのをやったことあります。最悪です。ちっちゃいな。それはちっちゃいのだわ。ちっちゃいんですか？大きいの欲しい。ミスです。何でしたっけ？だからやらかしたエピソード。あなたが直前にメールを選んでおかないからこういうことになるんです。あ、やらかしたエピソードありますよ、はい、それこそこの前アワラウンジ作ったこの人今怖っ。編集点をそれこそ前回、はい、アワラウンジあったじゃないですか、うん、僕次の韓国の挨拶アマラウンジで僕次の仕事で移動して飛行機 の、うん、の空港で待ってて、うん、でそこで結構アマラウンジ内でその赤ちゃんの泣き声をマイクで言うくだりがあったじゃないですか、うん、バーブーってあったね。で僕イヤホンしてたんで、うん、空港で、うん、バーブーって言っちゃって結構な大音量で。この話好き。でレイヤくんがフッて見てもうなかったかのように誰こいつみたいな目で見られたっていう。いや、他人のフリした。他人のフリされてました、はい、これ面白いですね。これ恥ずかしかったですね。これいいね。盛大なやらかしだね、はい、やらかしです。なるほど、はい、ということで、はい、詰めるねたくさん紹介していただきました。これからもどしどし送ってください。はい、お願いします。それではここで1曲お届けしたいと思います。ケイちゃん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。ファンタスティックスで Maybe in Love。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。FM 大阪からファンタスティックスの佐藤大輝と木村圭人がお送りしています。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。ここからはこちらの特別企画を行いたいと思います。題してファンタのトップ3は何だろうな、ファンタ番付。イエーイ。
こちらはファンタジスタの皆さんから届いたお題に対して僕たちがトップ3番付を作って答えていくというもの。3月の堀夏くん&中島会では座り心地の良さそうなひらがなランキングや強そうな擬音トップ3などがありましたが、今回はどんなお題が届いているのか早速紹介してみましょう。これ本当に大人気で、いやあれ良かったですね。聞いたでしょ、もちろん聞きましたよ。そうだよね、はい、よかったよかった。じゃあ太一くんからお願いします。わかりました。なんかありますか。ちょっとね、今回変化球じゃなくて普通にまあ聞きたいだろうなっていうところから紹介していきたいと思います、はい。ファンタジスタネームみほんちゃん。おう、みほんちゃん。風邪をひいて寝込んでいる時に家に看病しに来てほしいファンタメンバートップ3、ぜひぜひお願いします。なるほど、いいんじゃないですか、聞きたいんじゃないですか、こういうのね。いいですね、うん、どう最初はね、普通で、普通の順ね。トップ3か、なんですかね。 OK 決まりました、はい。風邪をひいて寝込んでいる時に家に看病しに来てほしいファンタメンバー、まずトップ3、はい。3位はドドン、木村圭斗。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあ圭斗はね、とにかく走れる。なんてこと言うんすか。例えばさ、お水とか、はい、栄養ドリンクとか、はいはいはい、スポーツドリンクとかもセンスで何でも買ってきてくれるじゃん。はいはいはい、確かに俺の好みを一番知ってるから。いやもう何でも分かりますね。冷えピタとかもそうだから、はい、だから K とか安牌かなと思って、うん、僕は3位にしましたね。嬉しい。じゃあ第2位、ドゥン、沢本夏樹。おー、うん、まあまあまあ、これはね、彼はね、やっぱりね、面倒見がいいと思うんですよ。誰かがこうピンチになった時に必ず助けてくれる気がするので、で弟とかね、妹とかいるから多分慣れてる、そういうことに関して、はいはい。だから僕が寝込んでもいろいろやってくれるんじゃないかなと思いますね。うん、うん、いいですね。さあ続いて栄えある第1位、はい、こちら、中島颯太。そうっすか。ちょっと嫉妬すんのやめてもらっていいですか、そんな、なんか、いや自分って言うかと思ったんですけど、やばいでしょそれは。痛いでしょ、自分でこのテーマ選んで1位は僕です。さあ次っていうやつは痛いだろう。痛いですね。これはね、意外とソータだと思うよ俺。そうなんだ。うん、まあソータも長男じゃないですか、はいはい、うん、で俺とケイトとソータでよく一緒にいるけど、この3人の共通点って長男で陽キャなんですよ。確かに。そうだから寝込んでる時もなんか同じ属性の人といると元気もらえそうな気がするので、うん、ソータ1位かなと思いますね。いいですね、はい。じゃあ続いてケイ、はい、ちゃんお願いします。はい、いきます。じゃあファンタジスタネーム熊本市のマッキーペンさん。おう、こんちゃ。こんちゃ。突然ですがファンタスティックスの皆さんが考える美味しそうな漢字トップ3を教えてください。おお、美味しそうなです。美味しそうな漢字、うん、面白いテーマですね。前回のね、座り心地が良さそうな、はい、ひらがなと似てますけど、うん、これ面白いね。むずいな、確かに。漢字知ってるケイちゃん。あ、いっぱい知ってますよ。いっぱい知ってる、はい、ものしい。結構これむずいですね。考える瞬時に考える時の擬音気持ち悪い。あとドラムロールは番組の方がやってくれる。あ、そうですね。言わないでください。普段の10系ちゃんあるじゃないですか。自分で言ってるんです。そうか、自分で振って自分でギャグやってんのも、はい、面白いですよ。だからあれは自分で言うなよ。なんこいつ。さあ決まりましたか、はい、決まりました。もう一回じゃあテーマをお願いします。美味しそうな漢字トップ3。おー、オッケー。じゃあ、はい、まずは第3位、ベニー。お前生姜から引っ張られてるって絶対に。え、どこ、じゃあベニーの、じゃあ糸に、こうでしょ、はい、どっちが美味しいんですか、ブッシュと。こうです。こうの方だ。はい。そうか、痛そうじゃない、こう口に入れた時に。だから3位なんですよ。なんでだよ、たくさん感じあるのが3位に上り詰めるなよ、そんなんで。美味しそう、何が美味しそうなの。なんとなく直感で味がしそうなんでしょ、はい、引っ張られてるじゃないですか、これも。なんかしょっぱい味がしそうです。しょっぱいって、紅生姜じゃんもう。じゃあもう見た目の話だから、こっちが引っ張られないで、2位以降は。分かりました、気をつけてよ。なるほどね。じゃあ第2位お願いします。丸。丸。丸、美味しそうじゃないですか。なんで、なんか可愛い
ぷっくりしてて、ぷっくりしてない丸は別に丸飲みできそうじゃないですか。いやだからなんかさ、こう違うものに引っ張られてるな。そ丸飲みできそうとか、そう字体だけで選ぶっすか。理由ってか字が美味しそうだから、こっちが求めてるのはさ、そういうことか、うん、字を見て見て、なんて言うんだろうな、例えば俺だったらこう新尿のついてる感じが美味しそうだと思うんですよ。ああ新尿ね、ツルツルっていきそうじゃない、口の中。あそういう、そういうことじゃないの多分。あ聞きたいのは、うん、引っ張られてるわ。2位が丸ってで丸飲みできそうだからって理由もうやばいぜ。カービィかお前は。見た目でもっと選んでください。わかりました。美女で、美女、美女、美女、感じの美女でね、はい、いいですか。第1位、ハイアル第1位お願いします。ですね、ちょっと待ってくださいよし、はい、決めてください。もう一回お願いします。ドラムロールおかわりする人いないぜあんま。3回目。じゃあ1位いいですか、決まりましたか、はい、どうぞ。焼きです。だからさ、調理してんのよもう。あれあれじゃなくて、はい、もう調理してるじゃんそれはもう。焼くですよやっぱ。だからなんでカリカリそうとか、カリカリしたから焼いてるじゃん。火が出てくるんで香ばしそうです。そんなこと言ったらいっぱいある。いや難しいですかこれやっぱ。難しい。でもこれが面白いんですよ、うん、この企画の。確かにうまくいっちゃう意味ないんですよね、うん、そうだ ね、 なるね、ちょっとねずらさないと難しいね。はい、じゃあ体育続いて OK です。じゃあまたちょっとね聞きたいであろうみたいな感じですね、はいはい、いきます僕。横浜市のリオさん、ファンタスティックス、はいはいはい、ファンタスティックスの天然くんトップ3教えてください。いろんなエピソードを聞きますがこの際はっきりしたトップ3を決めてください。大輝くんが大好きすぎて365日大輝くんのことしか頭にないです。この大輝くんに届け。ありがとうございます。ありがとうございます。もうリアルなトップ3いきましょう。はい、確かにいろいろね最近リハーサルとかも積んで一緒にいる機会が多いじゃないですか、はい、本番もうようやく分かってきた、ね、実はこいつの方が天然だったみたいな人いるじゃないですか。いますね。紹介していきましょう。トップ3 2人で決めた。あ、ごめんなさい。AMSR かおい、ラジオ中にグーって言うだろ。水飲まないで。ごめんなさい。はい、トップ3。はい、誰だろうね俺意外とさ、まあヤギちゃん、ユウセイはもう絶対天然なんですよ。いや 100% 天然ですね。入るけど、うん、俺意外とケイちゃん入ってると思うんですよ。いや僕ですよ多分。自分で言うなよ。だからじゃあ分かりました。じゃあまずトップ3の3位は絶対にこれユウセイ、ユウセイ君絶対ユウセイです。俺ね2位1位はね意外とまだ隠れてると思うんですよ。隠れ天然ちゃんがいる。2位はねケイトです。これはおお2位に行きます。絶対ケイト。えうん1位なんだろうな。1位誰だろうな。1位じゃあ発表します。はい、お願いします。沢夏。おわいいですね。確かに沢夏くん天然なとこありますから。絶対天然でしょあの人。てか変わってるよねやっぱ。変わってますね人として。人としてそこまで言いますか。いや本当にね確かに天然記念物というか、うん、あのだって本当に最近で言うとツアーで気合い入れて本番5分前に全員この時間に集合ねって集まって、うん、あのみんなやるじゃないですか。でみんな大体ほぼ衣装着てやるんですけど、はいはいはい、あの人だけいつも最後にステステ着て歯ブラシ片、ね、片手に持ちながら、はい、加えてあの半ズボンで、はい、あの靴下パーンって上まで上げてサンダルで気合い入れしてますもんね、はい、マイペースすぎます。やばいっしょ変わってるよ彼は、うん、ケイちゃんはなんか昔から知ってるじゃん、はいはい、あります？沢夏のこの人変だなとか変わってるなっていうエピソード。もう寺巡りじゃないですか。そうだね普通なんかその各エリア遠征行った時とかは、うんまあ、ご飯とか食べたいじゃないですか、うん、みんなでね行ったりするよね、名物とか、うん、あの人寺なんですよ。御朱印帳持ってるもんね、はい、で一人で寺行って寺行ってうふふみたいな。あとラーメンもですよ。そうだねだって一日マジで6杯とか食えてるからね、はい、替え玉したのにまた違うとこ行ってそこでも替え玉してまた違うとこでも替え玉ですから。すごいね無限の胃袋ですよ。俺が天然というかもうちょっとなんか変人変人だからトップ3はじゃあ優勢が3位で、はい、僕が2位がケイちゃん1位が沢夏くんですね。夏希くん真面目ですよね。真面目だね。度がつくほど真面目だと思います。真面目がゆえのちょっと変わってるね。あそうです、うん真面目ですね。はい、うんはい、ということで、はい、大人気コーナーの
ファンタのトップ3はなんだろうな、ファンタ番付でした。はい、はい、ありがとうございました。FM 大阪みんなで聴くラジオファンタスティックレディオ、FM 大阪からファンタスティックスの佐藤大輝と木村圭人がお送りしてきました、みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。いや早いです ね、 早いね。まだまだ話したかったですよ。本当ですか。はい、いや楽しいですね、やっぱ兄貴話しやすいそうですか、はい、他のメンバーはそんなことないの。いや他のメンバーも話しやすいですけど、うん、なんか特に話しやすいんで、うん、嬉しいです。じゃあさ、なんか次も2人で出る機会があったら、はい、じゃあケイトがこう先導してとか MC 的なちょっとやってみて、俺それに乗っかってみて、やります。いい、はい、叶えてくれる。お願いします。わかりました、はい。番組ではファンタジスタの皆さんからのメールもお待ちしています。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント、そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、僕たちのニューシングルパノラマジェットが発売中です。そして全国ツアーファンタスティックスライブツアー2023ファンファンジャンプも開催中、はい、次は山形ですね。山形、そしてついにツアーファイナルの福島へと続いていきます、はい。さらにファンタスティックスアリーナライブ2023ホップステップジャンプの開催が決定しています、はい、6月10日土曜日、11日日曜日は東京有明アリーナで、7月4日火曜日、5日水曜日は大阪城ホールにて開催予定です、はい。さらに6月からファンファンファンタスティックスシーズン3の放送と、8月からは番組連動のライブステージバックトゥーザメモリーズパート3の上演が決定、イエイ。そしてメンバーここでもいろんな活動をしていますので、今後の予定について詳しくは EXILE トライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックスのパノラマジェットを聞きながらお別れです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのリーダー兼パフォーマー佐藤大輝と、パフォーマー木村圭人でした。バイバーイ。